葉を喋るじゃないですか。言葉人って言葉を喋るじゃないですか、はいはい、多分言葉を喋っていて、はい、喋っている意味、はい、と、はい、相手が何を考えているのか、はい、っていうのが僕は気になるんですね。はいはい。体調違いますか？言葉の意味だけを追ってる感じですか？言葉の意味の相手の向こうですよ、僕も気になるのは。ですよね、はい、なんかそれがどうも違っているように思えて、はい、はい、違うと思います。っていうなんかその、はい、例えば我々よくやるタイプ論、はい、今はカーシー博士という方が考えている16タイプに分けたものをやってるんですけど、はい、それまず大きく4つに分けますと、はい、SJ、SP、はい、NT、NF、はい、で NT というのは直感と思考というのが、はい、を使っている人が話す、はい、書く言葉とか、はい、話す言葉をよく NF と思っている私は、はい、字面だけじゃなくて、はい、この人がなんかまあちょっと言葉は違うのかもしれないんですけど、はい、ちょっとポジティブな方向で言っているのか、はい、ネガティブ気味なところ、ネガティブというか、はい、フラットに言っているのか、はい、ちょっと下に見て言ってるのか、はい、っていうので捉えてしまいがちだなって僕は、はい、感じてるんですね、はいはい、で多分おそらく体調はそうじゃないかなと思って、はい、そうではない、そうではないとか、まあ、似たような感じだとは思いますけどね。僕は僕なりに推測をしてるだけで、その推測の仕方が違うって話ですよね。違う、やっぱ違いますかね。その NT さんが言ったことを、はい、僕は僕のフィルターを通して感じるわけじゃないですか。多分こういうことを言ってるんじゃないかっていう推測をするわけじゃないですか、はい、あー、はい、でその僕のフィルターを通した状況で判断するのと、二等辺フィルターを通してで僕は、はい、その例えば書かれた言葉があった時に、はい、僕の判断の仕方は、はい、僕がこの言葉を言う時って、はい、こういう感じだよねっていうのは僕も一緒ですよって。でその僕がその発言をする時っていうのが、はい、多分それぞれ違うわけじゃないですか。同じ言葉を聞いた時に、はい、僕がこの言葉を昨日の話だと、まあ、本当の自分とか、はい、っていうのを、はい、使うときはこういうときっていう状況が違うわけじゃないですか。はいはいはい、はい、僕が本当の自分って言ったのはなんか本当があるってことは偽物があるみたいな、はい、っていう感じで捉えるけど、二等辺はそうじゃないみたいなところですよね。でそこでまたこう少しずついろいろずれていくっていう感じじゃないですか、ね、一個ずつ使う言葉で、はい、あで僕がまあ今日勝手に思ったのは、はい、何でしょう、僕がこの人の立場この意見を言うときは、はい、こういう気持ちで言ってるよねっていう、はい、なんか気持ちが気になってるんだって、はい、で、はい、その気持ちっていうのはどちらかというと私は自己肯定感が低いので、はい、どうしてもその自己肯定感が低い人の気持ちで言ってるんですね、はい、で、あ、なのでよく僕はバカにしてるって思われてるとか、はいはい、ちょっとお前下に見てるなみたいなのに、はい、反応するんですね、はいはい、であの昭和のヤンキー世代なので、はい、あーって、はい、いうモードが出てくるんですけど、はい、じゃあ体調もその辺は一緒なんですね。まあフィルターを、はい、まあ、それぞれが多分みんな一緒じゃないですかね。みんな自分のフィルターを通すだけで、はい、通して感じ方が違うだけで、はい、まあ、それがタイプって話じゃないですかね。そういうのはどのフィルターを通すかみたいな、あ、タイプのフィルターがあると。タイプのフィルターなのか、まあ、性格というか。で、まあ、僕はなんかここで違うよだと、はい、僕は言葉の意味を考えてるだけですよだと、はい、差が出るなと思ったんですけど、はい、そうではなくてなんか手法は一緒なんだけど、はい、あ、結局なんか結局コミュニケーションなので、はい、相手がどういうことを言ってるかっていうのを感じようとするわけじゃないですか。感じようとしてます。こっちはこっちでみたいな、こっちはこっちでですね。そうすると、まあ、測りようがないので自分のフィルターを通して判断をすると、あ、これはディスってんなとか、これはなんかポジティブなことを言ってるなとかっていう感じる。で、まあ、自分がどう感じるかみたいな、うん、はい、でその、あ、ポジティブなこと言ってるなとか、はい、あ、今ディスったなとか、はい、フラットなのか、はい、
で体調はどちらかというと、はい、なんか結構フラットな時が多いと思うんですね。はいはいはい。その、まあ、明らかにディスってない限りは、はい、てるっていう断定はできないみたいな感じなので。なるほど、はい、で私は体調はあの、はい、S で、はい、P の人だと言われています、はい、S というのは、感覚、はい、感覚と直感はまあ難しいんですけどね、はいはいはい、で感覚っていうのは今起きてることを捉える力でっていう感じ、まあ、現実みたいなことを言いますよね。現実を見ようとするか、はい、なんか自分の直感、直感っていうのはまあ想像とかイメージとかじゃないですかね、想像的な部分で僕はまあ直感と、はい、かなって自分では思ってるんですけど、はい、で僕は結構肯定が低いんです、はい、肯定なんですね、はいはい、体調フラットに捉えてる感じ、はいはい、僕はどうしてもやっぱりこのそれは自分の妄想空想イメージが入るからですかね。どうしてもなんか肯定で味をつけたいと思うんですね、はい、味があると、うんうん、これがまあ良くも悪くも悪さをいいこともするし、はい、悪さもするんですけど、はいはい、これはまあしょうがないんですかね。何がいいってないですもんね。結局人ってやりたいように生きてますもんね、自分が、まあ、なるように生きてるというかなるように生きてるなのか、はい、やりたいことをやってるっていう表現なのか、はい、すいません答えはないですが、はい、あすいません、ちょっと雑談のつもりですいません。ちょっと人が集まるの、ケゴリンさん、あやさん、トキトキさん、タロちゃん、ごきげんよう。ごきげんよう。